大体でも審判が立ってる途中で。さあ、そして後方からアンダー17も一緒にスタートしていきますが、この辺りアンダー17、前回前々回とかなり激しい戦いとなっておりますが、どうかな。さあ、そして、2分の下発動でスタートいたします。続いて M2、こちらのスタンバイとなっております。こちらもじゃあ2分の差幅で間もなく1分前になりますが、3人ぐらいご紹介できるかな。今日の一番絶景101番は向井良美と、2番絶景101番近藤智子、3番絶景103番は森谷誠二。5番の森谷、イエーイ。はい、1分前になります。アフターの総集の時に
横断かと、こちらの方を見たら、起こった呼ぶところが、起こった呼ぶところが大丈夫です。この辺すぐ、あ、そうですか。星の。え、これ、砂場にはない。
感じですが、35番海藤龍馬、その後ろに、さあ3番が続いていきます、広畑和久、そして23番の大川祐希、そして松井正史と、この辺りが続いていきますが、ここに村上裕二郎が入っています、ということは、トータル頭から数えて1、2、3、4、5番手の位置に現在村上裕二郎、じゃあおそらくこの先頭争いに乗っかる形になりました。アンダー17の先頭です。ちょっとこの後ろから追い込んでくるにはかなりの距離を行かなければいけませんが、そういう形に攻めている。さあなかなかこの数ボリュームで抜き所が難しいかなと思われましたが、徐々に上げてきました。さあこの50の中でうまくこの前を攻めていくことができるか。村上裕次郎とのタイムギャップということでいきますと1分弱というところ、56、7秒というそんな差になっています。豊島克美、アンカー17の2番手に上がった。その後ろに杉原選手がいます。豊島克美とのタイムギャップ13秒、そして、上田選手がその後ろ、さあ杉原選手とのタイムギャップが7秒、副島達選手とのタイムギャップ20秒程度、さらにその後ろに93番の西川と、こちらが前との差が5秒程度というところ。Thank you.
仲裁に入ってから3分30秒の経過、残り3周回の現在追加となっています。さあ先頭争いあたり、前回のカフェ号から上がってきた、そんなところを見せてということになるのかな。さあこの辺り海藤龍馬、そして松井隆、この辺りが前の方にも上がってきてはいましたが、さあそこに食い込んでくる形で3番の広畑和志がこの辺り、さあここが、この前に海藤龍馬選手の前に出てくるような展開になるのか、それとも、この前回の縦方上位陣がまた接近してこのカテゴリー3からの、ストレートへの勝ち上がりを見せるのか。さあ三の席の砂瀬さんのところにその先頭海藤龍馬の姿が見えてまいりました。さあそして3番4番辺りのところかな、アンダー17の先頭の姿もどうやら見えています。村上裕次郎時間がないのかった最初のだってこんなみんなめっちゃ上がった早くて最初だけ早くて全然なんか全然向いてないのかな。最初そう、砂瀬さんも抜けてきました。先頭2番手、3番手、さあ3番手の位置にアンダー17の先頭村上裕次郎がいる模様。さあ片方に黒い方で海藤龍馬、そしてその後ろ2番手に上がってきました村上裕次郎。さあこちらがアンダー17のトップ、そして現在先頭までの、この位置で、さらにその後ろに23番が上がっています。大前優輝さあ、5分4名両手のところで上がってきました。3名のコンビ、3名海藤龍馬、村上裕次郎、そして大前優輝の3名です。さあ、ここにカテゴリー3の2名が現在、そしてタイムギャップ12秒で3番が続いた、3番広畑和久、そして6番の、東畑信之、続いた形、そして33番の木下壮、その後ろ12、アンダー17の2番手、3番手、4番あたりは割と近い位置での追い込み。さあそして追い上げている、追い上げている、もうずっとかかっている、そんな状況で副島達也が最終コーナーに向かってきます。確実に番手は上げていますが、やはり1周で空いてしまった差を埋めていくのは非常に厳しいか。残り20秒になってきますが、先頭との対比は今のところまで20分ちょっと。さあ、3人の4人の4人が相手を見せることに見立って。その後ろ上田慎太郎、そしてその後ろ94番手かわって西川壮が上田慎太郎をかわって前、そしてその後ろに上田慎太郎、さあそしてトップ来ます。106番辻潤、こちらが、かなり飛ばしていきます。 M2 の先頭ということにどうやらなりそう。木下正樹、そして101番の向井義人、104番は野村忠史、
もう満遍なく選手が広がっているような様子にもなってきていますが、ハリマ11選手、先ほど空調のハリマ選手、お子さんとパパを探しているそうです。受付にいらっしゃいました。受付の方にお願いします。いいね、名前さあ、そしてどうやら全体の先頭が変わった。アンダー17の先頭が前にいるかな、村上裕次郎。その後ろに海藤龍馬の姿が見えて、三等先頭の方に入ってきました。ダランスのスタートの候補からスタートを一気に追い越しまして転倒いたします。さあ、海藤龍馬が先頭に戻り、そして村上裕次郎がその後ろ、さあその後ろに大前雄輝が続いているようですが、少しずつ、さあそこから空いている。さあこの辺りはカテゴリーを超えたトップ争い、先頭をやってきます。さあこの後先頭やってきますと、残り1周に海藤龍馬が先頭に立っている。5分30秒あたりのところで回ってきた村上裕次郎、ここはもうカテゴリーの争いというよりは全体の先頭を頭に立つという、そんな企画。大前裕輝がその後ろ、先頭とのタイムギャップおよそ10秒。さあ従いまして、この後ろがカテゴリー3としては3番手争い、3番が抜けていますが、広畑和久、その後ろに4番手、5番手、6番手のパック、そして7番手、8番手あたり、このあたりが続いていきます。さあ残り1周、3番手の争いはかなり激しいことになりそうだ。広畑和久がやや先行、タイムギャップ先頭から35秒、その後ろに3名が続いていきます。6番の東方智之、そして33番の木下壮、そして35番松井正史、さらにその後ろから1、2、3、4名ほどが続いていく。ここまで上がってきた。しかしながらタイムギャップ自体はやや広がって、オーダーは上がってきてはいますが、タイムギャップ自体は先頭通過からは1分もすでに超えています。さあ残りあと1周、先頭までのタイムギャップは1分25秒。重原裕輝、西川と上田慎太郎、この辺りが三番手争いとなりますが、この後方に見えてくるかというところ。さあそして M2 の戦いは、辻潤がこのパワーコース、これが得意とするところ、自信を持って抜けてくるかという、そんなところにもなっていましたが、残り1周へ向かっています。さあアンダー17、3番手重原裕輝が間もなく最終コーナー、2番手走ります。副島田選手の第10ギャップ
は50秒程度。さあ、そして M2 の戦闘がどうやら見えてきたかな、しかしながら後方からも結構後続上がってきています。さあ、あと1周、あと1周。106番辻君、そしてその後ろに、向井よしみの6秒差。104番の野村正がその後ろ、そして115番の木村正。この辺りで先頭通過から20秒。カテゴリーを超えた戦闘争い、まだまだこの戦いは続いている模様、向こう側に見えている、この後支援に向かってくるところを、もう一つ通常の風は一つ赤い方向の戦闘があるので、ベルトキューゲローがその後ろに2人と切ろうという状態の時、村上雄二郎、二人のスケルが斎藤洋太が突き放す、そんな戦いが続いていきます。三度セクションに入ります。三度セクションに入ってまいりました。戦闘が最終センターに入ってから20秒が経過。さあ、これは全然止まるのを引っ張っていた村上雄二郎が最後の最後まで温めない走りをしていた。最初は今、では、
この後に Under17 の3番手の姿も見えてきたかな。さあ、そして最後トップ2番手の戦い、トップ変わってはいるようですが、次行くか。さあ、そして重原選手が間もなく入ってきます。こちら